2代目で親父とうまくいかなくてでも俺は挑戦したいんだっていうのは青年会議所の講演でもう何枚回か聞いたかっていうぐらいどうしたら高橋さん僕は攻めていける人間になるんですかっていう親と縁切れっつって切れないですじゃあ我慢しようっつって、今あるのは親父さんがジャッジをするっていうのは分かってるから、はい、ああしたいこうしたいって言えるんですよ。ああ言える人がいるっていうところですか。そうこれが自分がこうするって瞬間に周りが「はい」って言われた瞬間にジャッジが怖くなるんですよ。親子なんで、はい、俺を育ててくれっていう。それいいですね。あのいただきますそれで、はい、成功するっていうと、はい、止めたくなる。ああこれ失敗するんですよ、はい、客観的なの。でもやるってことは成功すると思ってるから、はい、なのに口では失敗すると思ってますからってこいつ両面持ってやがんなと、はい、と経営者としてはバランスいいんですよ。俺はポジティブなね性格が経営者として絶対いいと思ってきたんだけど、はい、はい、違うんですか。うんネガティブになろうと。あ全ての事業はネガティブから入って、はい、うまくいくはずないと。それを全部しやみつぶしに潰していくわけ。全部潰したなっていう時に初めてこんだけやったんだから成功するだろうっていうポジティブが生まれるっていう。最初からポジティブが入るやつは全員失敗する。これが僕会社2個潰して得た最大の財産。うまくいくから入る、だろうから入んない、かもしれないから入る。コンビニの経営されてる。そうです、はい、一応父親と、はい、あの最初もともと10年前ですね、はい、あの家族で弟と母親と、まあ、5店舗あのになりまして、はい、まあ、自分自身、まああのまあ、経営者っていう自覚はまあ、あるんですけど、はい、まあ、トップは、まあ、今親父なんで、はい、自分は2代目のあの親父をやっぱりあのサポートって言っちゃ大それた感じなんですけど、はい、あの手助けしていくような感じの立ち位置で。お父さんが始められたんですか。はい、あの一緒に、まあ最初もう一緒に始めたんですか。はい、もうまるっきり最初から一緒にあの家族4人で最初始めまして。1店舗を1店舗でした。お父さんは脱サラか何かされてるんですか。そうです、脱サラして同じ前も同じ会社に僕働いてまして、はい、一緒にやろうってことで決めて、はい、思い切って。その当時コンビニエンスストアっていうのは、はい、今みたいにサービスも良くないし品揃えなんかもアイテム数今より半分ぐらいだったし、はい、で我々やっぱりその、うん、サラリーマンながらもともとそのじいちゃんばあちゃんが商売やってたもんで、はい、商売人みたいな気質は、うん、資質はあったつもりなんです、はいはい、でこんなんだ自分たちがやればなんとかあの日本で一番のコンビニ作れんじゃないかなっていうので始めたつもりなんですけどね、はい、でも4店舗に広がったわけですよね。そうです。なんか大変そうだね。そうですか、まあ、大変と、まあ、考えようですよね、うん、いきなりバイトが来ないからいきなり飯食ってる時間に今から勤んでいくって2号店に行かなしゃとかやってんでしょ。そういうのあります、はい、でもまああの親父にはさせないです。自分がやります。いい関係でいいじゃないですか。おかげさまで、はい、あの家族ででもやるっていうのはちょっと最初はあのちょっと普通と違うんで、うん、あのなんていうんですかね、あのやりづらかった部分もあるんですけど、はい、今そのそれが親父と僕で母親と弟はいたんですけども引退してるんで、はい、あの家族でやってるっていうのがあのいい逆にあの強み、何でも言い合えるっていうか、はい、あの素直に会社のことをあの話し合えるっていう関係って、はい、壁がないんで、はい、プラスだと思うんですよね、はい、うん、で何でも悩みないじゃないですか。で 利益出てるわけですよね。利益は黒字でおかげさまで。で何も問題ないですよね。いや悩みというかでもそこでやっぱりまあ僕の悩みって言われるとそのやっぱりあの今10年なんですよ、はい、あのやっぱりそう自分にもやっていくうちにあの新しいその夢が出てきてしまって、でも父親は今63歳です、はい、年齢はちょっとまあ関係ないかもしれないですけれども、やっぱりその新しいことを挑戦するっていうのは失敗するのもつきものだと思うんです、はい、それは当然だと思うんですけど、はい、やっぱ親父63で大きな失敗してしまったら、
やっぱりそれは申し訳ないんですよ。でそれでやっぱりそれでやっぱり自分として一つの道としては自分で新しく会社を起こして自分の夢を追うのか、はい、時間かかっても、はい、それか親父がいる中で、はい、自分のできる範囲で自分の夢そのリスクを取れる分徐々に、はい、やっていくのかどっちがいいのかなっていうのは、はい、考えてるんです、はい、そこに関してどっちがいいかって言われると、はい、どっちもいい方向に進むかどうかとはまあ分かんないんですけど、はい、そこでやっぱりその先輩にアドバイスいただければなと思って、どういうふうに考えられる？お父さんと何が違ってるんですか？リスクの取り方っていうのは要は、はい、コンビニ以外の経営をしたいってことですか？いやそうではないです。私としてはコンビニエンスストア その事業っていうのは、はい、基本的にその本社から、はい、商品を仕入れるっていう流れがあるんですけども、はい、まあその流れとしてやっぱりお店ごとの個性がちょっとないんですよね。まあそうですね。そうなんですよ。やっぱりここのお店に行ったらこういうのがあるっていう、はい、面白いなってちょっと違うぞっていうのがあった方がお客様にとってはいいのかなと思って、オリジナル商品を開発して、はいはい、開発っていう言い方はちょっとあれですけど、メーカー、あと地元の例えばお菓子屋さんとか、なんか心理を作ってる会社とか、はい、基本的に中小企業っていうのは、はい、大きな本部相手にしないんですよ。作れないんで、全国で、はい、なんでやりたいんですよ、はい、ただそこのところでやっぱりゆくゆくその、まあ、リスクになる部分としては、はい、投資しなくちゃいけないっていう部分もあるし、はい、今そこそこうまく回ってるような状況をなんでわざわざ崩すのかっていうような考え方もありますし、そこのところでやっぱりね、どうなんですか、どうなんですかっていうか、まずだって物を受けないじゃないですか、オリジナル商品は。いや大丈夫なんです。大丈夫なの？はい、それはよくやっぱり本部の方いいかもしれないですけど、実際今何個かお菓子のメーカーを焼き菓子なんですけど、はい、試験的にちょっとやらせてもらってるんですけど、それで1ヶ月で10万ぐらい売れるんです、はい、でそれに関しては本部の人も、はい、まあ、運営する権利はお店にあって、何を取り扱うかも自分たちであるんですよ。あ、そうなんですか。はい、それはできるんですよ、はい、思い込みがやっぱりその業界の中で あるだけで、はい、だそこに関してもうちょっとやっぱりリスクを取って、はい、大々的に挑戦したいんですけど、親父にあんまり今63歳で、もう今4店舗やってる、借金も会社に負債もそれも銀行からですけどあるんですけども、これ以上させてしまって失敗してこけた時に惨めな思いさせるっていうのは可能性もあるんで、大きくなるんで、それはちょっとあります。やっぱり最終的に自分たちで作って自分たちで売るってなると利益率がやっぱり高まるとも思うんですけど、こけた時にその在庫のリスクとか、はい、そういうのは大きいですよね。僕はその60なんですが、守ったことない人生なもんで、まあ、もっと言うと自分でコンビニやることはあっても、コンビニのフランチャイズになることは絶対ないっていう、はい、そんなつまんない仕事ないわっていう。つまんないです。そうなんです。自分たちで考えて自分たちで売るわけじゃないんで、やっぱり、はい、なんかちょっと。でもお父様はそれで成功されてるんで、はい、言うなればお父様は競馬で言うならば大本命を買って当たってきたそういうところで、息子さんがいやたまには中穴も狙ってみたいなっていういやお前うちは本命でこうやってレイが見てきたんだっつったら逆らいようがない部分で、そうですね。そこででもそう思うんであるならば行動しなきゃいけないと。簡単な話でいくらの損するかっていうのを単純に数字で出せばいい話であって、僕なんかはねこの会社やってる時に結構な税金取られてたもんで、例えば5億円で映画作って1円にも戻ってこないっていうのやったことあるんですが、その時にまあ
あの頃は15億か20億ぐらいの計上利益出してたんで、あの頃大体 50% ぐらいあの法人で取られてたんで、なんで5億円なんだけど国が2億5000万出してくれんだよ俺の損した金額は国が半分払ってくれるっていう5割引だと思ったら多く買いたくなんないかつって要は20億の利益があった5億円それで出した10億の利益になるんで、そうすると半分取られるとすると7億5000万、それがだから10億が7000万になるんで半分出してくれるんだとって発想で、その最大のリスクが5億なんだよと、ああ考え方で5億捨てられるんだったら捨てちまった、俺は捨てたいと思ったんだとっていう部分で、あのそこであるのがいくらの利益であの売り上げが上がるだろうとか、あ俺が作った映画が当たらずねえだろっつってもう頭の計算から0円って計算したんですよ、はい、実際0円だった、ね、最大のリスクを計算するってところですね。そうです、ね、あった時に今僕の給料は税金と取られるだけなんで少なく抑えてると、はい、ということはプールされてるわけですよ、はい、でそういう的にはそれが残れば、相続されるわけですよ、はい、っていう部分でこの会社が年間でいくらの利益を出しているで税金いくら払っている、はい、たらば僕にいくらまで失敗させてくんねえかなっていう、はい、俺だったら成功させろとは言いません、はい、失敗したいんだよ俺はと、はい、なぜならば俺はこの失敗を糧にしてビジネスというのを学びたいからだと、はい、もうもちろんねあと40年間フランチャイザーであの生きていけると言うんだったらば、はい、俺も逆らわないよと、40年後分かんないよねと。おっしゃる通り、僕もやっぱり失敗しないと、はい、あの攻めていかないと会社って滅びると思うんですよ、はい、滅びます、絶対そうだと思うんです、はい、やっぱりその歴史上そうだと思うんです、はい、でもちょっとやっぱ親父の一回失敗したらやっぱ親父も失敗一回してるんですね、さあのサラリーマンやる前、はい、なんで失敗したらなかなか這い上がれねえよってそのイメージがやっぱり強いんだと思うんですよ、はい、あ年齢もあって、あの、ね、失敗をしてるだけに多分4店舗もやるっていうとかなりの借金もしなしゃいけない、あの、ね、銀行から、ええ、とそのそれを返済しなしゃいけないっていう部分で、はい、そうですね、なんだよな俺の場合であの無借金系だったもんで、いや羨ましいっす、ある金の中からいくら使えるっていう財布の中に金入ってるからいくらまで使えるっていう部分だったんだけど、はいはい、っていうともうそこも計算してって4店舗の利益っていうものが、はい、じゃあ例えばの話がこの先あの5年間、はい、80% としようと、はい、鳴らすと、はい、押してったとしてると、はい、とこんだけの利益が出る、はい、その利益の何パーセントを生前贈与させてくんねえかなと、はい、生前贈与すると 55% 取られるところが、はい、なんとこれは無利子なんだと、いや自分それでもねあの思って、はい、実は2年前ぐらいに、はい、あの会社をあの買わせてくれと、一応そのただ金額が僕的にその出せるのが3000万円っていうところで、3000万円もしかもあの月払いであの会社の利益から払うんで、親父も退職金代わりで引退して、まあ親父からしたらでも3000万円少ないなと今思うんですけど、はい、で行ったんですよね。でもそのそういうまあ考え方でやっぱりあのもう一度その最大自分にちょっとこれこのぐらいあの投資のつもりでやらせてくれないか、具体的な金額をあの提案するっていうのはあの一つあのね、ですかね、自由なことしたいっていう相談であるならばその方法論がある、はい、あの節税的なものも含めて、はい、その企業の価値ってどうにでも算定できるから、はい、これ死んだ後だと結構厳しく見られるんで、はい、生きてる間にそれを売買するっていうと、はい、あの実数1億のあるものを5000万で買ったとしても、はい、見方次第だから、まあ、そこに税理士がついてれば多分問題ない数字が出てきて、多分それは亡くなった後の相続よりは安く済むとかあるんだけども、はい、その前にあるのが、はい、今あるのは親父さんがジャッジをするっていうのは分かってるから、はい、ああしたいこうしたいって言えるんですよ。あ、言える人がいるっていうところですか。そう、これが自分がこうするって瞬間に周りが「はい」って言われた瞬間にジャッジが怖くなるんですよ。怖い部分もあるんですよね。言ってくれる人がいたとしても、はい、ジャッジは自分がしなきゃいけないんですよ、はい、で決めたものは動いちゃうんですよ、はい、僕が最初に30で独立した時にやべえと思ったのがこうだっつってやんちゃなもんで、そんな1万とかいいよって言った時に、はいって言われた時に
やべえと思ったのよ俺昨日までこういうことしたいんだっつってテリーとさんに言って、はいはい、まさや甘いなんのかとか言って、チキショ絶対うまくいかないはずなのになって思ったのが、だから好きなこと言ったんですよ、はい、対して言ったら決まっちゃうってごめん一回考えるわっていうジャッジすることが怖い、はい、った時に、はい、信頼できるお父様がいて、はい、その方がどちらかというと守り側にいる、はい、自分は攻めたい側にいる、はいはい、これね今の自分で言うと、はい、こう真っ二つでね、はい、分かれています。あさらに言うと部下にも、はい、わーと反対する人間を集めました、集めたというかバランスで入れました。あ、はい、まあこれについてくる部下たちなんでその反対が多いやつ、はい、まあ経理畑が多いんだけど、はい、どうやって使っちゃいけないんだよな、はい、なんかことごとく嫌われたよなあいつら。カマリさんに反対するってすごい勇気いりません？これもあうんの呼吸なの。あ、そうなんですか。言う係を自分が演じなきゃいけないって。あ、それも含めた上でジャッジするのは僕なんで、はい、それがみんなでこっちですよねって決めることって危険だよねと、はい、みんながいろんなこと言って俺がどれを取るかっていう、はい、要は組織全体としては360度向いてると、はい、で今はどっち向こうっていう、西を向こう東を向こうっていう、これが全員が東ですよねって言って東進むって、はい、絶対正しいことがないんで、そうですね、はい、っていう部分で、はい、俺はお父様が守る側にいて、はい、息子さんが攻める側にいるって、まあ世の中の基本ですよ。いい関係なんですかね、やっぱりそこでバランスをどう取るか、はい、そこで今多分100対0なんで今度攻める側が弱っちゃってるっていう、あどこにすると50、50になるのかっていう、はい、要はここで言うこと聞いてくれないんだったら俺はこっちでっていう、はい、0対100を100対0にするのももったいない、で63なんだったらお父さんまだまだ使えるわ、うん、俺よりも見つめただけなんだったら、はい、もう今の時まだ老人なんて言った日はぶん殴るっていうこと、はい、だと思うんで、はい、どうバランスよくするかっていうと、はい、その事業体の中 でまた別会社にすると、はい、別決算になって、はい、税理士ならね金取られるし、そうなんですよ、あんな俺も会社ね趣味のようにいっぱい作ったもんで今なんかバンバン会社すると税理士が儲かりやがんな、はい、顧問弁護士と顧問税理士が儲かりやがんだよ、顧問料がどんどん増えてやがる、そうなんですよねっていう部分で、あとその、 連結決算っていうのもあるけども、はい、別に社内でやっちまえばいい話であって、はい、お父様にこの利益のうちの最大いくらまでのリスクで最大でだからと、はい、まずこれになることはないと、はい、一個も売れないようなことはないと、はい、っていう部分で数字を出して数字で口説くっていう、はい、要は硬い方であるならば数字が好き、はい、ただ硬い数字を見せてあげるっていうっていう中で親子なんで俺を育ててくれっていう、はい、それいいですね、いただきますそれで、はい、成功するっていうと、はい、止めたくなる、あこれ失敗するんですよ、はい、客観的なの、でもやるってことは成功すると思ってるから、はい、なので口では失敗すると思ってますからって、こいつ両面持ってやがんなと、はい、と経営者としてはバランスいいんですよ、で計算したんですと、なんと年間に俺は一生懸命頑張った結果、はい、1000万円赤字出ますよこれと、はい、と出るという計算が本当に出るのかどうか俺試してみたいんですと、それこそね、それでね500万の赤字になった時に悔しいなと俺ね、それよりも売れちまったわと、はい、経営者って真逆のことを言うのってすごく俺重要だなっていう感覚的な部分で、みんなが浮かれてる時に俺は不機嫌になる、あ要はバランスを取る、はい、と事業を始める時ってみんな美味しいことを想像するんですよ、はい、あそうですよね、そうなんです、で現実にはうまくいかなくて、はい、だからショック受けるんで す, そ, うです、それを最悪のことを想像してると、はい、なんだ売れるんだ、はい、あと倍売れれば黒字も出ちゃうかもしれないじゃないかと、じゃあ何が足んないんだろうかとやってみたらこういうものが足んなかったっていう、はい、あとあるのが毎年この利益のうちの何どんだけっていうふうに決めてもらって、はい、これは俺の見えない報酬だと思ってくれと、これいいんだよ、お父さんが僕に給料を倍にしてくれてその金で僕がやってもいいんだけど、はい、そうすると税金かかって赤字出して、はい、何も得ないよね、うん、こっちでやれば俺倍失敗できるから、はい、
まあ、バランスよくあの黒字になるのを見込んだ分、あのそこから節税っていう観点も含めて、はいはい、投資に充てるって考えですね、はい、これね、国的に言うならば、はい、節税でも何でもなくて、また稼ぐための知恵をつけていくで、そうです、健全ですよね、稼げばまたあんた取れるんだから、はい、で投資しろって一生懸命国は言ってるわけだって、はい、お金残しといてもって考え方ですもんね、はい、国も。だそこであるのが借金をしてっていうのはお父様の言うところのリスクが高すぎる、はい、そうなんです、はい、でなくてこの利益が出るだろう範囲の何パーセントを俺の勉強代に使わせてくれっていうことで数字を作って、はいはい、でそうすると結構金額的に小さいじゃないかとか言うんだけど、はい、あのね、例えば私1000万ないとできないって言ったやつは、はい、2000万でもできませんから。1000万だなって見積もりした時に500万しかないしたら、そこでどうやって500万に削るか、そこの努力できない人間は売上伸ばす努力なんかもっと難しいですから。そうですよね、はい、金なかったら頭使ってやらないといけないってことですよね。大体ね、新しいことやるっていうとね、新しいものを揃えたくなるんですよ確かに人間の差があるの、はい、新しい家を建てると新しい家具買いたくなるの。確かに全部中古品で揃えればいいし、はい、でその前に何作るわけ、作っちゃうわけ、いきなりお菓子とかそういうオリジナル商品、うん、まずは今よく地元 の、 あの動いてるんですけども、最近信用金庫さんと、はい、あの紹介してくださいと、はい、取引あるところでこういう考えあるんですっていうのを、はい、あの自分の考え話してまして、でこの間の昨日ですね、ちょうど2、3件 ありますよってことで、はい、あるんで、ただそのやっぱりあの取引先になるであろうあの企業様もやっぱり あんまりリスクは多分取りたくないのはそれ普通なんです、やったことないことに関して。あと大手のコンビニから白い目を向けられるかもしれないっていうのも嫌じゃないですか、はい、なんでそこら辺もまあ障害なんですけれども、はい、まあそういう感じで今動いて、全部最終的にはその成功事例が1個できればあのやるっていう人も多分増えると、やる企業増えると思うんです、はい、でそこのところに関して最初の1個をまず成功させるってところに全力いくんですけども、そこの話し合いもまだしてないんで、そこの企業さんとどのぐらいあのかかるかっていうのは、でもやっぱりどうなんですかね、最終的には自分で工場を持ってやるのは、それはいいんだけど、はい、最初はノンリスクで仕入れればいいんじゃない、はい、仕入れてだん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 と売り場が増えていって、はいはい、でバイヤーから怒られて、はい、まあ、ちょっとこれ広すぎすぎじゃないかって言われながら、はい、そんなことないし同じですよとか言いながらちょっと増やしてみたいなことをして、実績ができた時に、はい、お父さんが逆に言って行けっていうような、あの、面倒くさいんだけどなと、はい、あの要はハイリスクハイリターンなわけじゃない、自分で作るってことは、はい、そうです、それに対して仕入れるってことは、それもさらに言うと売れた分だけ仕入れるって言ったら、はい、ローリスクローリターンですよ。そうなんですけど、それもいいやり方今やっぱりやってるんですけども、はい、このご時世あのコンビニエンスストアでやっぱりあの人手不足って背景と人件費の高騰っていうところを考えると、はい、やっぱりあの利益率の高いものを売りたくなるんですよね。そうするとやっぱりその従業員にもお金払える、そうするといい人材も取りやすい、育てられやすいっていうところで会社の一つ強みになると思っているんですけども、うん、いきなりはでも製造無理なんで、今の話聞くと、はい、要は、はい、二頭を追いたいんですって言ってるな、まあ、新しいことに挑戦したいのか利益上げたいのか、これある意味相反する部分があって、はい、一頭で言うならばこっちの利益を追うよりもはこの新しいことをやってみるっていうところでノンリスクである、これが成功の暁にはこっちに行けるんですよ、はい、利益を設けてもあの求めて失敗するともう何もできなくなるんですよ、はい、でこっち側はうまくいかなかったらまた品物変えればいいんですよ、はい、俺はポジティブなね性格が経営者として絶対いいと思ってきたんだけど、はい、違うんですか、うん、ネガティブになろうと、あ、全ての事業はネガティブから入って、はい、うまくいくはずないと、はい、それを全部しらみつぶしに潰していくわけ、全部潰したなっていう時に初めてこんだけやったんだから成功するだろうっていうポジティブが生まれるっていう、はい、最初からポジティブが入るやつは全員失敗する。これが僕会社2個潰して得た最大の財産、うまくいくから入んない、だろうから入んない、かもしれないから入る、もう自分自身その長いやっぱ夢でもあるので、やっぱ そこはやってみて失敗前提で、あの何年かかってもいいから一つでも世の中になんかこういう
商品があったって記憶に残せたらいいのかなと思いますけど、失敗する前提で始めて。俺だったら焼き芋するけどね。焼き芋ですか、うん、なんでですか。あの、はい、要は自分で作る。あれ焼き芋いいかもしれないですね。今ブームになってきてる、はい、そこであなたがやるべきことは全国の芋を食べ比べてみる、はい、今すごい品種がいっぱいあって、はい、どんどん変わってってるし。お芋って自分で作って自分で売るとした場合って、はいはい、あのどのぐらいコストは1個じゃなくて多分キロとかそういう単位だと思う。グラムですか。あのね、どのぐらいなんですか。最近俺がダメなのはね、数字のとこ全く見る気ない昔だったら今もうブワーッと言える自信があるんだけどやってみろよつってやってるもんで分かんないんだけど、はい、ただね、簡単に言うと、はい、原材料代はあの3割は楽に切れる。あ、そうですか。いや、あのドン・キホーテさんが売ってるのは、はい、多分あれは5割超えてると思う。安いから。あ、なんだけど普通にいい焼き芋であると、はい、1本それこそ300円とかで売れるんだよ、このぐらいのやつ。はい、糖度高いやつ、はい、これはもう楽に原価率3割は切れる部分で、はい、あとはそのガス代とかそういうのがかかるけども、あの電気のやつもあるし、でそれもこんぐらいのコンビニとか置けるぐらいのちっちゃな焼き芋機はいっぱい売ってるんで、はい、あれでこうこまめにやっていく。そこにプラス、はい、あの焼く時のコツみたいな部分では教えてあげてもいいよと。あの、はい、もし例えばその変な話ですけども、例えばその今だったら有名な安納芋ってあるじゃないですか、はい、なんかねっとりして甘いみたいな、食べたこと美味しいなと思ったんですけど、あれ自身でもやっぱりその例えば300円で売るとして、はい、あの原価率って全然100円切ります。そうなんですか、うん、例えば今、まあ、コンビニエンスストアだと掃除で多分揚げ物とか、あのおでんとか、うん、カウンター商品って、はい、コーヒーとかもそうですけど、はい、利益率が高いって言われてるんですけど、はいはい、原価率ってせいぜい大体5割半分ぐらいなんですよ、はい、あのいろいろ含めると、はい、でそれに考えてもその3割っていうのはめちゃくちゃ利益率が高いですよね、はいはい、7割がだって利益っていう。ただコンビニからすると高いって言われるよ、300円で売ったら。あ、ただそこであるのがあのブランド的な部分で、はい、あここの芋は違うわっていうのが表現できれば、はいはい、俺は薄利多売をするよりもは、はい、あのそこのにしか売ってないっていう部分で、はい、高いけど美味しいよの方が、はい、店の看板にもなるし、そうですよね、あの忙しすぎたら店員も困っちゃうんで、はい、あのいっぱい売ろうとするんじゃなくて、はい、1日100本限定とかいう形にして、はい、あのまずはいきなり儲けをするんじゃなくて、はい、まあ、何か違うことを自分でやってみたっていう、はい、一歩踏み出してみるって部分で、そのどっかのやつを仕入れて売ってみたら10万円売れたっていうのもいいんだけども、はい、次は自分で加工してみるっていう部分で、はい、まあ芋じゃなくてもいいんだけども、要はものづくりじゃないんだったらばプロデューサーとしてどういう仕事をしたらいいのか、プロデューサーも集まらなきゃいけないのよ。だ時にさっきの言った近くのあるとこのなんかあの飯交換会 でそんな暇なあのところに発注するから作れよっていう、俺はなんかそれ何の熱も感じなくて、いやそれはもうそれで4店舗ごときじゃ無理だよと。まあ1000店舗になったらもっと何千社に会ってや作っていくみたいなことするだろうけども、そうなんですけど、そこのまあたまたま営業の方すごい熱意で。いいのありますよって言われると、とりあえず会ってみようかな。営業の熱に興味ないわ俺は営業とはまず会わないし、はい、職人とは会うけど、はい、そこのところ例えばその名刺交換会とか、 なんかパーティーとか、あの、ね、あダメですよね。あのね、はい、2代目ダメ親父の冠でね、チヤホヤしてくる人間に気持ちよくなっちゃう、はい、ダメね営業マンのね、あのよいしょに乗っちゃう。あ、そうですか。と多分その2代目で親父とうまくいかなくて、でも俺は挑戦したいんだっていうのは、はい、青年会議所の講演でもう何枚回か聞いたかっていうぐらい、はい、どうしたら高橋さん僕は攻めていける人間になるんですかっていう親と縁切れっつって切れないです、じゃあ我慢しようっつって、はい、俺はな裸一貫稼いだから好きなことやってんだと、それを親の金で商売して親のブランドで商売してるお前が好きなこと言うじゃないっつって、やりたいんだったら裸一貫出てけや、出てく勇気ないんだ、我慢しろっていう。そうですよね。
そういう中で何もその我慢する必要はないんで、はい、お父さんを説得するっていう、これね、銀行説得するより楽だよ、俺の芝居は。そうですよね、うん、血のつながった可愛い息子なんで、でそこまでちゃんと実績もあるた時に枠を決めて失敗させてくれが、はい、僕は最大の口説き文句になるかなと。将来どんな世の中になっていくか分かんない、はい、あの僕は自分の勉強台として自分がいいと思ったことをやってみて、どういう失敗をするのか試してみたいんだと、はい、俺が成功するはずないから、はい、それこそガナリってエブヤのねとかチンプラみたいなやつにも話してみたことあるんだけどもそいつが絶対失敗するって嫌がったんだと万が一成功した時にはほら見ろって言ってやりたいと、はい、あのね、苦しむ姿は親は見たくない。だから失敗すると苦しむと思ったら貸さないのが一番苦しまない方だって考える、うん、と失敗したいんだっていうと、はい、少し貸してもいいかなと、はい、預けてもいいかなと、はい、何かあったらまたご連絡いただければ。いやもう本当に本日ありがとうございます。突然すいません。本当にありがとうございます。でもないです。動いてみると見えるものがある、はい、お父さん口説くよりもは、はい、焼き芋ぐらい勝手に焼いちゃっても、はい、もう帰りも買えますよ。焼き物の遠赤外線のやつも。あのね、とりあえず直火に当てないっていう、はい、あの下に石があるじゃない、はい、たらそこに炭を2本置いて、はい、その上にこうやって置くといいの、はい、そうすると直接の熱が加わらないわけ、と遠赤外線じわーっと温まってくるんで、はい、あの全然糖度が変わるのよ、あとあの皮が焼けないから皮ごと食べれる、はい。いや、めちゃいい情報ありがとうございます。茨城の豊かな大地で育まれた糖度が高いさつまいも、紅はるか。それを桜島溶岩石で丁寧に焼きます。そしてミネラル分が豊富なフランス産ロレーヌ岩塩を使用した塩水にくぐらせて焼く二度焼きにより、中と皮までほのかな塩味を染み込ませます。これによりねっとりとした高糖度のお芋にほのかな塩気がベストマッチし、焼き芋の概念を覆す衝撃の食感と甘さを持つ塩焼き芋が誕生しました。ご購入の際は検索サイトにて農家の台所通販、または農家の台所ウェブショップを検索。農家の台所通販サイトでお買い求めください。